今日はより体をしっかりとひねって体幹を伸ばしていきましょう。まずは深呼吸から始めます。しっかりと座骨で座ってますでしょうか。ゆっくりと鼻から息を吸って、ゆっくり吐きます。細くしていくイメージです。吸って吐いていきます。もう一度吸って吐いて、肩の力もしっかり抜いて、しっかりと肺に酸素を入れていって、ゆっくりと吐いていきます。はい、今日は片足を曲げます。台の位置少し後ろにして、足を片方だけ曲げて、片方だけあぐらをかいたような姿勢になります。はい、この状態から体をひねっていきます。まずは手を頭の後ろに、そして右の肘で膝に当てる感じですね。ゆっくりと息を吸って吐きます。吸って吐きます。この状態から左の肘を上に持ち上げて、少し頭を上に向けます。天井を向くような感じです。もう一度吸って吐いて、で吐きます。はい、戻していきます。今度は左の肘を右の膝に近づけていきます。実は私もこれがとても硬いです。一緒にゆっくりとやっていきましょう。吸って吐きながらゆっくりとひねっていきます。背中から全体がひねれる感じです。大きく息を吸って吐きます。もう一度吐きます。戻してください。もう一度いきますよ。吸って吐きながらひねって、大きく息を吸って吐きます。もう一度吸って吐きます。戻します。今度は反対側です。足をしっかりと入れて、はい、左の肘を左の足近づけていきます。吸って吐きます。しっかりとひねって、そしたら右の肘をもう少し開いて天井を向く感じです。吸って吐きます。吸って吐きます。戻してください。今度は右の肘を左側の膝に近づけていきます。息を吸って吐きながら近づけていきます。大きく吸って吐きます。吸って吐きます。戻します。もう一度いきます。吸って吐きながらひねっていきます。吸って吐きます。吸って吐きます。
もう一度同じことを繰り返します。右足を置いて、右側の肘を右足に乗せて大きく吸って吐きます。吸って吐きます。もう一度、今度は天井を少し見て吸って吐きます。で吐きます。もう一度吐きます。そして今度は左肘を膝の方へ持っていって吸って吐きます。吸って吐きます。吸って吐きます。ちょっと大変な人は手を下ろした状態で椅子につかまってぐーっと引っ張ってもらって吸って吐いてでも大丈夫です。反対側も倒したところから吸って吐きます。で吐きます。はい、天井を少し見て吸って吐きます。吸って吐きます。そして左の肘に右の肘、膝に肘をできてしっかりひねって吸って吐きます。で、大変な人は椅子につかまっても大丈夫です。吸って吐いて、吸って吐きます。はい、全体の体をひねる運動をやってみました。無理がないように、痛みがないように、足がつっちゃいそうっていうようでしたら、少し力を緩めた状態で伸びてるなっていう感じのところで伸ばしていただいて結構です。本日もお疲れ様でした。